田市柳川町の、中木歯科医院中木です、この度は大震災に受けられた方、本当に心よりお見合いを申し上げたいと思います。私も体育館などに歯科相談を行ってまいりまして、非常に切ない気持ちでおります。その時にですね、やはり一番大事なのは口の中の衛生状態、これをですね、しっかり守っていただきたい。具体的にはブラッシング、あるいは途中治療になってた方とか、そういう方もいらっしゃいましたので、そういう方はですね、やはりぜひとも治療途中になさらないでですね、幸いにも柳川町はそれほどのダメージを受けておりませんので、歯科医院はどこでもやっておりますので、また柳川町でもそういった送迎とかそういう準備をしているようですので、遠慮なさらずに歯科医療訪問していただければいいのではないかと思います。こんな時期であるからこそ、一緒に助け合っていきたいと思います。